メルハバーということで、今日もインスタライブをやっていこうと思います。今ですね、授乳がちょうど終わってですね、寝るか寝ないか寝るかっていうところです。はい、こちらのインスタライブではトルコに嫁いで爆速出産した私がですね、毎日トルコで日々感じること経験をシェアしていますので、お付き合いいただけると嬉しいです。はい、今ね、生後52日目53日目ぐらいなんですよ。50日過ぎたぐらいなんですけど、生後1ヶ月ちょっと過ぎたぐらいからね、睡眠時間がその新生児の時期は2時間か3時間に1回起きてたね、起きてたんですよ。もう本当にめっちゃ起きるときは1時間半に1回とか起きてたんですけど、分かった、インスタライブを始めたらぐずり出すのはね、よくあることなんで、はい、抱っこしてあげたいと思います。分かった、1ヶ月、新生児が終わったぐらい、1ヶ月過ぎたぐらいからですね、結構寝てくれるようになって、夜はね、4、5時間まとめて寝てくれるようになったんですよ。そう、やから、最近は割とね、その夜もね、4時間、5時間私もまとめて寝れてて、そう、だから結構、結構よかった、体調がいいというか、やっぱ睡眠はすごい大切。ね、本当にね、産後1ヶ月ってめっちゃ睡眠はできないし、乳首は痛いし、ね、お股も痛いしって、もう本当にね、もう本当大変だったんですけど、本当に大変だった、産後1ヶ月はね。でも1ヶ月過ぎたら、まあ大体ね、赤ちゃんがどんな感じかっていうのも分かってくるしっていう感じで、そうで結構まとめて寝てくれてたんですけど、昨日はね、久しぶりにね、まあ寝ない、寝てくれなくてね、まずそもそも寝るのにすごい時間がかかったんですよ。だいたいお風呂入れて授乳して したらだいたい寝てくれるんですけど、昨日は授乳、お風呂入れて授乳して、はい寝ようってしても、寝たと思って置いたら起きる、また抱っこして、寝たと思ってまた置いたら起きるみたいな、もうそれがね続いてね、昨日は1時半ぐらいまでかかったかな。そう、それで、やっと寝てくれてって。そう、で、やっと寝たんですけど、すぐ起きるみたいな感じでね。はい、そんな感じでやっております。ね。ね、そういう時もあるよね。人間だもんね。って思いながら、はい、やってます。で、私がね、昨日ね、話したかった話があるって言ってて、でもそれを思い出せなくて、ちょっと昨日話せなかったんですけど、ね、ちょっとその話をしたいと思います。ちょっと重たいのでスリングをつけようかな。よいしょよいしょよいしょ、普通に抱っこする子ね、重たい。ちょっと待って、間違えた、ちょっと待って、はい、すいませんねインスタライブ中に画面から消える、ちょっと待って、走ってるね、よしお利口さん、よしはい、落ち着いた、はい、私が話したい話していいですか、はい、一昨日ぐらいね、ヤディギャル、うちん家に子猫がいるんですけど、ヤディギャルをね、動物病院に連れてったんですよ。歩いて20分ぐらいのとこなんですけど、動物病院に連れてって、そうで、なんかそのカゴとかに入れずにね、普通に抱っこして、妹ちゃんが抱っこして行ったんですけど、
ね、その20分の行き帰りのね中でね5人ぐらいにね話しかけられたんですよ。子猫かわいいねって言ってね、そう、しかもなんか結構長話するというかね、おじさんとかもそうですし、ちびっことかもそうですし、そうだからね結構長話するんで、え、妹ちゃんにね、え、友達なのって、友達、え、さっきの人友達みたいに聞いたら、いや友達じゃないよみたいな感じで、そうそうね、子猫を持ってたらみんな可愛い可愛いって言って話しかけてくれてですね、なんかまあね、冗談がきついっていう話を最近したばっかりなんですけど、でもやっぱりなんかコミュニケーション的にこうあったかい部分もトルコはねあるなって感じてて、そうね、普通にもうほんと全然知らないおじさんとかでも5分とか10分とか立ち話してですね、ほんとまあそういうところはトルコのね、私は好きなところだなって思いますね。まあ本当にね、本当生活してたらもう一長一短というか何でもねそうなんですけど、お、寝てくれたかな、ほら見えますか、見えますか、いつもこうんね、ね、なんかスリング、昨日の夜もねスリングに入れたんですけど、入れてもあんまり寝てくれなかったし、スリングってこう外す時にね本当に慎重にやらないと起きちゃうんですよ。そうだから昨日はね寝てくれなかった。そうで、なんでねスリングってこんなにね寝てくれるのかなって思ってて、まあ普通になんかお腹の中にいた時の感覚に似てるっていうのもあると思うんですけど、あとはなんだろう、このお母さんの心音、心臓が近いから、だからそれがなんか心地いい音になって、そうそれで寝てくれるっていう説もあるし、家族に一個言われたのはね、私ね母乳の匂いがするって言われたんですよ母乳、あ、もちろんこの辺だけですけど、やっぱりその母乳がこう下着に染みてるので、でそのなんかやっぱりちょっと母乳臭いんですよこの辺がね。ただ赤ちゃんにとってはやっぱそれがいい香り、お母さんの香りになって、そうだからすぐ寝てくれるんじゃないって言われて、そうお母さんの香りがするんだろうねみたいな、赤ちゃんは分かってるんだろうねみたいな言われて、あ、なるほどねってね、はい、今子育て中の方はですね、スリングおすすめです。さっき赤ちゃんに話は許可を得たのは素敵ですね話していいってね、最近はね日本語でなるべくね話しかけてます。なるべくっていうかもうこの前ズーム会に参加した時に日本人の奥さんとトルコ人の旦那さんで日本に住んでる方でお子さんがいらっしゃる方に参加していただいたんですけど、その時になんか言葉そのお子さんの言葉どうしてますかみたいな話になった時に、そのトルコ語と日本語をその話してほしいって思うんだったら、何だったかな、そのお母さんは日本語だから、なんかその私が何だったかな、その混ぜ混ぜで自分が分かるトルコ語とか日本語とか混ぜて喋ってたら赤ちゃんもわけわかんなくなるから、そうだからお母さんは日本語、お父さんはトルコ語みたいな、しかも話しかけないってしたら、なんか2カ国語トルコ語も日本語もちゃんと話せるようになりますよみたいなアドバイスをいただいて、なるほどねって、なんか私それまで結構ね自分が知ってるトルコ語はトルコ語で話しかけてたんですよ。お腹空いてるとか大丈夫とかはトルコ語で言えるからトルコ語で話しかけてたんですけど、そこはもうきっちり分けた方がいい、うん、で私もネイティブの発音じゃないから、なんかそのね、それぞれ、まあ、旦那さんも日本語は少しはね片言で話せるけど、話せるっていうかね、そういう挨拶とかは分かるけど、まあ、ネイティブの発音じゃないので、そうだからそれぞれちゃんと分けて話しかけた方がいいっていうのをですね私は聞いて、でそこからはもう彼にはベラト君には日本語でしか話しかけないようにしてます
ね、ね、そう。なんかそのお母さんとお父さんがこう混ぜて日本語とトルコ語を混ぜて話してたらなんか混乱しちゃうというか、混ぜて覚えちゃうから、お母さんの言語は日本語、お父さんの言語はトルコ語みたいな感じでやったらいいってね、あの教えていただいて、はいね、最近は日本語でずっと話しかけてます。日本語喋れるの私しかいないんでね。はい、そんな感じです。皆さん今日もご覧いただきましてありがとうございました。あ、メルハバー、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、いいアクションは、はい、そんな感じですね。暑い、今日もちょっと暑い、暑いです。寝てくれた、寝てくれたね、寝てくれたらちょっとすぐ外さないと、暑いんです。はい、そんな感じで全部拾ったかな。すごく大事だと思います。赤ちゃんって思ってる以上に理解してると思いますね。本当に私も思う。で、言葉は理解してなくてもなんかね、雰囲気っていうか、私もトルコに来て、なんて言うんだろう、トルコに来て、で言葉は分かんないけど、なんかその感情が伝わってくるっていうのがすごい分かるんです。分かるっていうか、そういう経験をした。何を言ってるかは分かんないけど、なんか怒ってるとか、なんか喜んでるとか、多分そういうのは分かるんで、子供も多分一緒なんだろうなって私は思ってて、そうね、だからなるべく丁寧な言葉でね、あの話しかけてたりしてます。でもあのトルコの家族ってね、まあ、これもね、うちのトルコの家族がなのか、トルコ人あるある、あるあるなのか分かんないですけど、なんかね、結構ね、なんて言うんだろう、うん、なんて言うんだ、なんか綺麗じゃない言葉をね話しかけるんですよ、トルコの家族はね。私はちょっとそれが嫌で、でもなんかそのトルコって、あの日本人って赤ちゃん 見たら、まあ、可愛いとかなるじゃないですか。でもなんか、なんだっけ、あのなんかトルコの人ってね、なんか赤ちゃん見たらね、チルキン、チルキン、チルキンっていうのは、まあ、ブサイクみたいな意味なんですけど、ってなんか言うみたいな、あえて言うみたいな。でそれはなぜかっていうと、なんかその妬みとか、なんかそういう、なんかなんていうんだちょっとうまく説明できないんですけど、なんかナザール、なんていうんだ、その邪悪なものから守るために、可愛い可愛いって言ってたら、そのなんていうんだ、そういう妬みとか、周りの人の妬み、え、かわい、私のとこより可愛い赤ちゃんがいるのみたいな感じになるから、あえて赤ちゃんにはチルキン、だからその可愛くないみたいな言葉をかけるみたいな、な話を聞いたことはあるんですね。だからそういう文化の一個なのかもしれないけど、そのベラト君に対してラムスス、あの悪党とかですね、なんかそういうことを言うんですよ。あのなんていうんだろう、でもそのな本気でじゃないですよ、もうワーベンス、なんていうんだろうでもなんかそういう言葉を結構話しかけるから、なんか私はねちょっとそれが気になるまあ気にしてるのは私だけなんですけど、そう、寝た、寝てくれた、はい、そんな感じです。ラムススとかですね、あと なんて話しかけてたかな。あんまりね、そのいい言葉じゃないっていうのは私は分かってるから、ちょっとあんまりこう公の場ではあんまり言いにくいんですけど、あとなんて言ってたかな、ね、いろいろあるんですよね、あんまりね、この公の場であんまりいい言葉じゃないトルコ語を話すとね、あんまり言わない方がいいですよってね、あの見てる、トルコ語をご存知の見てる方にね言われるので、はい、ちょっとあんまり言わないようにはしてますけどね。ねね、はい、そんな感じです。うい、ね、よいしょよいしょ、あ、つつつつ、よいしょ、はい、ということで今日もこれぐらいで終わりにしたいと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。メルハバサマルさん、どうもこんにちは。メルハバ、ちょっと待って、はい、ではでは、キャンデネイーバーコライゲルスギョルシュルズ、バイバイ。